はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、呪術廻戦モッドで、今回バージョン 1.14.4 の、呪術廻戦モッドをプレイさせていただくんですけど、こちらはですね、ゲンジコチャンネルさんというね、前、呪術廻戦モッド、バージョン 1.14.4 でやっていたと思うんですけど、その方が、呪術廻戦モッド1回、休止するということだったんですけど、パワーアップして、新しく、新呪術廻戦モッドということ、新生呪術廻戦モッドということで、ちょっと作って、くださったので、今回は、先行でやらせていただいております。まだ多分ダウンロードはでも近々配布されるとのことだったので、よかったらね、概要欄に、リンク貼っておきますので、ぜひ、ダウンロードしたいよとか見たいよって方はぜひ、源氏子さんの、チャンネルの方にぜひぜひ見てみてくださいませ。多分、詳しく説明の方は載ってると思いますので。で、まだ僕もその動画を見たのと、だけなので、ちょっとプレイ自体は本当に初めてなので、ちょっとメモを見ながらの、ちょっと喋りになりますが、ご了承くださいませ。はい。で、今回からこちらサバイバルでやっていくんですけど、やっぱりすごい、いろんな要素が追加されましたということで、キャラ選択ブックというものがあるんですよね。で、このキャラは、一回ワールド入り直すと、また選び直せるということなので、一回選んだらずっとそのキャラでやらないといけないっていうわけでは、ないみたいですね。で、じゃあちょっとこのキャラ選択ブック選んでみるんですけど、はい、こちらですね、伏黒くん、そして虎杖悠仁くん、そして野原ちゃんですね、そして牧ちゃんですね、はい、そして犬巻トゲくんということで、くんと、ちゃんでちょっと呼ばせていただきますが、こちら、5人の、呪術師というか、それを選べるわけなんですよ。で、どれを選んでも、犬巻くんって、準1級とかだけど、どこを選んでも一応、4級からスタートするということで、大きくかなり、マキちゃんはまだそんなに追加要素はないので、今回ちょっと紹介は、また、大きな追加があったら、紹介するという形にさせていただくんですけど、多分かなり大きいのはやっぱり、伏黒くんかな、まず、はい、伏黒くんちょっと選ばせていただきますと、はい。で、徳さんの影砲術の見た目がだいぶ変わりましたね。すごいかっこよくなった、ほら、玉剣の、見た目というか、うわ、やば、ヌエもすごいかっこよくなってる。そう、多分一番か、うわー、すごい、釘も、これ本当は見るの初めてだったので、わ、見た目もすごい変わってるな。野原のハンマーもすごい、やっぱりクオリティもだいぶ上がってるし。で、とりあえずやっていきたいんですけど、まず伏黒くんになったら、この黒い剣がまず出てきますと。で、この黒い剣は攻撃力12ということで、かなり高いです。普通に強い。エンチャントもかけれるんだったら、このエンチャントで普通にやっていきたいですね。で、この徳さんの影砲術なんですけど、右手に持った方がいいかな、多分。右手にちょっと持たせていただいて、で、ほい。あれ、出せないか。きたー！オッケー！そっか、R ボタンで、まずあれか、玉剣を出すっていうのが、これが出るんですけど、今までって、玉剣ってずっと出てたじゃないですか。それが、こちらクールタ、あれ出てないかな。1分間で消えるようになってます。はい。1分後には消えるようになってて、で、その間新しい玉剣は、出すことはできないという、仕様です。はい。このように、まだ玉剣は出せないという、かなりいい、なんか調整というか、になったのかなと思います。で、僕は黒い剣を携えながら、で、あと、右手にもこういう感じになるんじゃないかな。で、右クリックで玉剣出して、で、左クリックで攻撃っていう形で、やっていくと思います。で、今、4級呪術師なんですけど、今後おそらく、リリースというか、の時には、どんどんなんか、ランクアップシステムとかも多分出てくると思うんですけど、すごいよね、クオリティ。だから一応ちょっと敵出してみる？小型を、で、小型の見た目もだいぶ変わりました。あ、ちなみに1分経ったので今消えましたが、こういう感じで、ほら、見た目だいぶ変わってますよね。すごい。で、右クリック。はい、そして玉剣。で、玉剣を出すとですね、このように、敵が強調表示されるようになるんですよ。で、攻撃したら、戦ってくれると。はい、このように。敵対してくれる。狼みたいなもんですね、言うなら。あー、頑張れ頑張れ玉剣ファイト！これはすっごいあれですよ。便利です。正直。伏黒くんは本当に便利だと思う。敵がいたら、それがもう必然的に強調表示されるんですよね。このように。はい。このように。壁があったとしてもおそらく強調表示されるはず。うん。こういう感じでどこにいるのかっていうのがわかるように。
なっておりますので、個人的にはやっぱりちょっと伏黒くんルートはサバイバルにはすごい向いてるのかなと思います。はい、という感じで、まあ、あのまだね実はヌエとかもあるんですよ。まあ、これはクラフトとかはまたちょっと次回紹介、あのサバイバルやっていきながら、まあ、紹介っていう形にしようかなと思います。こちらヌエもね実は仲間にすることが、仲間システムというか、はい、があるんですよ。はあ、死んだってやめて、なんか死んだってやだな、1分で、はい、まあ、今のは1分で経ってしまったので、じゃあ次はですね、これ多分選択できないよね。あ、そうだよね。なので一回ちょっとワールド入り直して、もう一回キャラ選択で、次はスクナですかね、イタドリくんのルートやってみましょう。はい、ちょっと申し訳ありません、ちょっと僕勘違いしてまして、一回これ選んだら多分わかんない、今後のアップデートで変わるかもしれないんですけど、ちょっと変えれないみたいなので、ちょっとワールドを変えてやってみました。はい、ということで、じゃあ次はですね、はい、こちらイタドリくん、まあ野原ちゃんとかはちょっとまた次回になるかなと思うんですけど、サバイバル、てかこれ、うわー、足が速くなる。はい、このようにすごい身体能力、まあ、あのイタドリくんといえばね、超人的な、肉体能力ということで、これどうなんだろう、高いところからでもダメージ受けないとかあるかな今。いや、さすがに受けるか、それだと強すぎるもんね。ちょっとやってみようか、とりあえず高いところからジャンプ。あ、クリエイティブじゃないですか、トライアングルさん、ごめんなさいごめんなさい、クリエイティブでした。まあ、とりあえず進捗とかもそういえば見てないな。あ、こんな感じなんね。あー、いい、うわー、やばいなー、面白そう、うわー、面白そう。いや、この伏黒くんのこの絵がかっこいいんだよな。あ、ヌエも、ヌエ、あ、なるほど、これで分かれてたりするんだ、こことここでも。ここからこうじゃないんだね、ヌエが行くっていうわけではないんだ。はー、で、さらに、布切れとかもね、呪力布とか今までとおそらく一緒だと思います。はい、布をね、羊の毛6個で布が6個できるのかな。で、そこで、あの怨念を、敵を倒したら、まあ、呪霊を倒したら怨念がゲットできるので、その怨念と、布で、まあ、かなり強い防具というかね、はい、まあ、制服がゲットできるということなんですけど、イタドリ君はおそらく基本的に、こちら身体能力が高いのでスピードがすごい速いんだと思います。はい、でですね、最初入った瞬間にこちら特級呪物箱がゲットできますので、まずこれは、まあ、これは本当に多分今までと一緒の仕様だと思います。はい、これはまあ、まあ、倒してね、倒してやっていくんですけど、まあ、今ちょっとクリエイティブなんで関係ないんで、あ、見た目もすごい変わってる、あ、すごいわ。で、スクナの指を食べるんですけど、これはちょっと多分サバイバルモードじゃないと食べれないので、サバイバルモードに切り替えますと。はい、で、スクナの指を、あれ食べれない、食べれない、痛い、あれ、ちょ、あ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 、ごめんなさい、ソーリー、ソーリー、あ、食べれた、食べれた、よし、食べれて、そしてスクナ受肉です、ありがとうございます。で、スクナ受肉するとですね、ちょっと一回逃げるか、スクナに、まあ、もちろん変身することができるんですけど、あー、助けて、助けてください、助けてください、あー、やばい、やばい、ちょっと待って、ごめんごめんごめん、本当に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 ごめん、許して、許して、おくんなまし、あ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 、はい、来ました。さあ、これで、まあ、V ボタン、僕はちょっと設定変えてるからあれな、あれだと思う、多分 V ボタンでいいと思うんですけど、V ボタンを押すと、どれぐらいの時間、あー、約1分間ぐらいかな、まあ、55秒ぐらいだったかな、が、まあ、指一本だけだったので、もっともしかしたら伸びるかもしれないんですけど、この間、身体能力がかなり上がりますと。で、さらに、大きいのがですね、R ボタンで、はい、こちら。まあ、二つの技ができるんですよ。カイト発。はい。F ボタンか。F ボタン。あー、できた。わかりました、わかりました。出して、で、8! OK! このように、まあ、ちょっとボタン操作が、まだちょっと、どこのボタンっていうか、ちょっと慣れてないので、あれだったんだけど、あ、これで今多分スクナの効果が終わってしまったんですけど、で、スクナやけに静かだって出るんですけど、多分ね、これ時間で、あの、クールタイムみたいなのがあって、また時間が経つとおそらくスクナ、あー、レアのある特急ので、時間が経つとおそらくまたスクナになれるんじゃないかな。なんかちょっと時間が今出てないのでちょっとあれなんだけど、はい、で、このように、R で技を、スクナになれたら R で技を変えて、で、F ボタンで、まあ、技を打つことができると。はい。だから、かなり強いらしいんですよ。特にね、あの、8とか、特に、一撃で敵を倒したり、できるので、はい。で、マッチャも楽しみなんだけどね。でも、結構まだ、今は物理攻撃と、
っていうのがしかないさそうなので、まあ、また紹介は追加されたら詳しく紹介する、まあ、もしくはパート2で紹介する形になるかなと思います。はい、で野原ちゃんのハンマーもね、見た目の感じもすごい変わってるので、それも次回ちょっと紹介できたらなと。まあ次回はサバイバルを、ちゃんとやりながらやっていきますので、まあ今回はパート0かな、はい、パート数はつけずに、まあこれでやっていきますよっていうちょっと動画でございます。次回からまあパート1として、サバイバルモードやっていこうかなと思います。まあ進捗とかも追加されてきたらサバイバルやるって形になるかな。進捗がやっぱりないとまだサバイバル的にはあまりできないと思いますので、はい、というわけでとりあえず今回はもうかなりパワーアップした呪術廻戦モッドということで、ちょっと紹介させていただきました。ぜひね、やってみたいよとか詳しい、説明とかは概要欄にね、ゲンジコチャンネルさんの、リンク貼っておきますので、ぜひ見てみてくださいませ。はい、ということでじゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。あ、ちなみに、スクナの指、2本あります。はい、さっき建物あそこにおそらく2本目のスクナがあるんじゃないかなと。特急とか倒せば2本目のスクナの指が手に入ります。はい、ちょっと今思い出したように説明させていただきました。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。